はじめにお持ちのブルーレイディスク、DVD レコーダーの機種から登録したいテレビのメーカー番号をご確認ください。メーカー番号は取扱説明書またはソニーホームページ上の手順1に記載されているテレビメーカー番号表をご覧ください。例えば AX1000 でソニーのテレビを登録したい場合はこちらをご確認ください。リモコンのテレビボタンを押しながら同時に画面表示ボタンを押します。テレビボタンのランプが点滅しメーカー番号の入力ができる状態になります。テレビボタンの点滅は10秒間続きます。その間にメーカー番号の入力を開始してください。リモコンの1から10を押して登録したいメーカー番号3桁を入力します。例えばお使いの機種が AX1000 で操作したいテレビがソニーの場合は9、0、1の順で入力します。数字の0を入力する場合は10のボタンを押してください。メーカー番号を入力したら決定ボタンを押します。登録が完了したかどうかはテレビボタンの点滅の仕方でわかります。登録が完了の場合はゆっくり2回点滅します。失敗した場合は早く5回点滅します。登録を失敗した場合は手順1からやり直してください。登録が完了してもメーカー番号の違いでテレビを操作できない場合があります。もしこの設定で使えない場合は同じ手順で910と入力し再度テレビの操作ができるかお試しください。お使いのテレビのメーカーにより使用できるボタンが違います。詳しくはホームページ上の Q&A、 本機のリモコンでテレビの操作に対応しているボタンはどれですかをご覧ください。